ケンタ鍋。もう鍋大好き。大好き？はい。鍋はもう本当に好きです。もう今年ももう何回もやってる。はい。やっぱ一番時間手間かからずにいろんな食材をたくさん食べれる。うん、ああもう一番好きやんそういう料理いいやつな、はい、ケンタな。奥さんも助かりますよね。そうやね。はい。なんでそれもあるし。で味もいろいろチャレンジできて、うん、締めも楽しめて。おお。これ以上、ね、ちょっとコースみたいになるしな。はい。家庭の味方になる、うん、ね。ものないんじゃないかなと思いますね。めっちゃ評論家みたいにまとめるやん。そんな中でも何鍋が好きなの、はい、キムチが一番好きなんですけど、まあ、子供がいるんで、まあ、最近は、はい、そうですね、ごまか、うん、塩麹鍋うがうちは多いです。へえ、塩麹、はい、俺食べたことないわ。まあ、そんな別に大して変わんないですけど、はい、でも僕でもあとしゃぶしゃぶとかもすごい多いです。ポン酢つけて肉も食べなあかんから、はい、寒くなるシーズンなんで皆さんもぜひ食べてください。いいね、うまいね。ここで終わるね、ちゃんと。キヤお疲れです。今日のテーマは鍋、はい、寒くなってきたし鍋の時期かな。結構やってますよ。あ、やってる。うん、家で一人で。しかも3、4人前ぐらいの鍋あったんですけど、うん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 、結構野菜切ったら入んなくなるじゃないですか。3、4人前意外とね、うん、結構こう栄養を取りたいから、うん、たくさん野菜買うんですよ、うん、で、もうこれ7、8人用なのかな。めちゃくちゃでかい鍋買って使っちゃった。すごい。それを一人で食べんやろ。一人でも食べる。それめっちゃ余るんじゃん。でも次の日も食える。次の日行っちゃうんや。すごっ。その代わりこう野菜全部入れれちゃうから。残さず。うん、まあ、野菜だと結構食えるしね。そうなんですよ。量もね。太らないし。栄養取れるし。何鍋が多いん？ごま豆乳鍋。ああ。好きっすね。沖縄の鍋事情。わかんないっす。沖縄鍋ないんだ。沖縄鍋食べない。鍋、まあ、温かいんで。しない、やっぱ、はあ。ここ来てめっちゃします。えぐいぐらい。えぐい。あんま聞かないよね、沖縄の鍋ってね。海、は、鮮、あ、が入ってるわけでもなく、多分普通じゃないですか。うん、そんな。じゃあ向こういるときは食べてない。あんまないっす、覚えてないっす。あ、そんな感じなんや。嬉しい。すごい変わり方ですね。スイッチ、スイッチ。スイッチしました、ね。スイッチ。でもね、ホーム戦の前日は赤から5番って負けたら変えてるんですよ、どんどんご飯を。おお。頑張ります。頑張ろう。しっかり。まあそうやね。しっかり頑張れば結果ついてくる。はい。頼みますよ。はい。任せてください。お願いします。今日のキーワードはたです。チャンネル登録よろしくお願いします。